中国の SNS でこのほど、北京南駅の高速鉄道のホームに、高級車が直接乗り入れ、駅の女性乗務員が、車両の外で待っている写真が投稿されました。海外にも流れたこの写真は、中国共産党高官による特権の乱用について、ネットユーザーの注目を集めました。あるネットユーザーは、写真の中の車のナンバープレートが、京 AG6205 であることに気づき、京 AG が高層指導者、または北京市政府の専用車で用いられるナンバーで、KAG6 は副国級以上の政府高官の車に違いないと説明しました。SNS 上で、中国共産党幹部の特権乱用を批判する、多くの中国のネットユーザーのコメントが殺到しました。現実は小説よりもひどいと嘆いた人がいれば、駅の設計はとにかく先進的で、最初から役人のための専用道路が整備されているとからかった人もいました。また、イギリスのボリス・ジョンソン元首相や、昭仁天皇が列車に乗る写真を投稿し、中国共産党幹部を無言で批判したネットユーザーもいました。